ミネアポリスはアメリカ海軍の重巡洋艦、ニューオーリンズ90巡洋艦の3番艦。艦名はミネソタ州ミネアポリスにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。ミネアポリスは1931年6月27日にフィラデルフィア海軍造船所で寄港した。1933年9月6日にグレース・エル・ニュートンによって命名、浸水し、 1934年5月19日に、艦長ゴードン・ W ・ヘインズ大佐の指揮下収益した。1934年7月から9月にかけて、ヨーロッパ水域で行われた、成長後、ミネアポリスは、フィラデルフィア海軍交渉で修理と変更が行われ、1935年4月4日に、出港、パナマ運河を経由して4月18日に、サンディエゴに到着、偵察部隊の、 第七巡洋艦文艦隊に合流した。ミネアポリスは西海岸沿いに作戦活動を二重時し、1939年の初めにはハリブ海へ巡航、1940年に真珠湾に到着した。1941から1942、編集1941年12月7日の真珠湾攻撃当日、ミネアポリスは放日訓練のため、 新自安から三十二キロ離れた海域を航行中だった。ミネアポリスは年1 9 4二年に一月まで紹介を行った後、空母歴新闘機関の第十一任務部隊に加わった。ギルバート諸島とマーシャル諸島を攻撃する第八任務部隊及び第十七任務部隊に呼応して打撃を与えるため、第十一任務部隊は当初エイク島に向かう予定だった。しかし、 1>, 1月23日に真珠湾を出撃した直後、給油艦なチェスガイ72に撃沈され、燃料不足が懸念されたことと代わりのタンカーがいなかったこともあって、第11任務部隊のワイエク島への奇襲作戦は中止された。翌1月24日、第11任務部隊は真珠湾に帰島した。2月1日、第11任務部隊は改めてラバウルに向けて出撃した。 2月20日、ミネアポリスは、歴ントンを護衛中に3期の一式立候の空襲を受けたが、これを撃退した。ミネアポリスは3月10日に、第17任務部隊と合同で行われた奇襲に参加し、応援スタンレイさん役を超えた、関西機の攻撃は、ラエサラモアの日本軍を混乱させ、補給路を脅かした。ミネアポリスは、 5月4日から8日にかけて繰り広げられた35回回戦でもレキシントンの名声に当たった。3機の日本機を撃墜したもののレキシントンは被弾して失われた。しかしオーストラリア及びニュージーランド方面への日本軍の勢力拡大の動きを阻止した。ミネアポリスはレキシントンの生存者を救助した。続くミッドウェイ海戦にも参加した。 ミネアポリスは、真珠湾で補給と修理を行い、ソロモン諸島方面へ向かった。8月7日からのガダルカナル島の戦いでは、機動部隊を護衛し、ガダルカナル島とツラギ島への上陸を援護した。8月30日、空母サラトガが E26 の雷撃により損傷し、ミネアポリスはサラトガを栄光して、後方地域に向かった。 9月から10月にかけては、ルンガポイントとフナフティ島の間で、陸上部隊輸送の護衛を行った。ルンガ沖野戦、編集、ルンガ沖野戦も参照ルンガ沖野戦で損傷した、ミネアポリスやシのハヤネットで、カモフラージュされた、ミネアポリス仮リ監視をつけたミネアポリス11月29日、ミネアポリスは、第67任務部隊の機関として、東京急行を封じるべく、 ガダルカナル島沖に急行した。11月30日が終わろうとするその少し前、田中雷蔵少将率いる第二水雷戦隊の一隊が、サボ島の西南方から、アイアンボトムサウンドに侵入。第67任務部隊は、連合水道からヘンダーソン飛行場寄りのコースで、侵入した。深夜、互いの部隊が相手を探知したことから、ルンガ沖野戦が始まった。 第67任務部隊の攻撃は、ミネアポリスの砲撃により警戒隊の駆逐艦高波を爆発炎上させた。しかし、高波が撃たれ続けている間に、第2水雷戦隊が発射した酸素魚雷が第67任務部隊に襲いかかった。ミネアポリスには魚雷が左炎艦首に2本命中し、一番砲塔より全部がもぎ取られ、 ボイラー室と発電室が大きく損傷した。特にボイラー室は海水に浸るほどの被害であったが、応急措置と巧みな相関術により沈没は免れ、ミネアポリスは、ツラギ島に交代した。後ろを航行していた、ニューオーリンズも、魚雷の命中で艦首をもぎ取られたが、こちらは一番砲塔をも失った。ペンサコーラも、観光部に魚雷が命中して大きく損傷し、 巡洋艦軍の最後を航行していたノーザンプトンは沈没した。ツラギ島に到着すると、ミネアポリスは敵の目を欺くためヤシの葉や低木でカムフラージュされ、ニューオーリンズもこれに習った。また、ツラギ島にいた CB によって必要最小限の修理が行われ、ミネアポリスはメアアイランド海軍造船所に開港することが可能となった。歴史家、サミュエル・エリオット・モリソン曰く、 ルンガ沖野戦は、優勢な巡洋艦隊が劣勢な日本の駆逐艦に痛めつけられて敗北した海戦だった。1943から1944、編集ミネアポリスは1943年8月に戦線に復帰し、以後20ヶ月に及んで、太平洋戦線の主要な戦いに参加し続けた。復帰後、10月5日と7日に行われた。 ウェイク島への攻撃に参加。11月20日から12月4日までのブタリタリへの攻撃と、1944年2月中旬までのクエゼリンの戦い及びマジュロ占領作戦に際しては、第58任務部隊の護衛に当たった。2月17日から18日に行われたトラック島空襲にも参加した。第5艦隊司令長官であるスプルーアンス大将は、 トラック諸島内に未だ有力艦船が多数残っていると考え、空襲後には外に出てくるだろうと推測した。どうしても戦闘を切って戦いたかったスプルーアンス大将は脱出してきた有力艦船との交船を念頭に、これまでの第5艦隊機関インディアナポリスから乗り換え、配属されたばかりの戦艦ニュージャージーを新たな第5艦隊機関にしたのである。ミネアポリスは、 タッサファロンの起きで共に鼻先をもぎ取られ、共に復帰してきたニューオーリンズと共に、ロバート C ・ギフェン少将に率いられ、スプルーアンス大正期卒の戦艦ニュージャージー及び、アイオワ駆逐艦4隻と共に、トラック諸島の外を一周。午後もだいぶ経った頃、舞台は、関西機の空襲により、航行不能になっていた、軽巡洋艦カトリと駆逐艦舞風。 および脱出を図る駆逐艦のワけを発見。スプリューアンス大将は戦艦の目標をのワけにミネアポリスとニューオーリンズの目標をカトリにと割り振った。のワけは脱出に成功したが、カトリとマイフーは射撃を続けながら沈没していった。また、この戦いの前後に特設苦戦艇及び苦戦艇を砲火で撃沈した。第58任務部隊はトラック攻撃の後に、 マリアナ諸島を攻撃。急速と整備を挟んで3月から4月にかけて、カロリン諸島、パラオ、トラック及びサタワン干渉、ポンペイ島を攻撃した。これらの攻撃は、4月のホーランディアへの上陸作戦の援護を兼ねたものだった。ミネアポリスは5月にマジュロに帰島し、休養後マリアナ諸島への攻撃に参加、6月14日にサイパン島に対して、 艦砲射撃を行った日本艦隊が接近しつつあるという法に接し、ミネアポリスは第58任務部隊に再合流。6月19日から20日にかけてのマリアナ沖海戦では、ミネアポリスは第7戦艦部隊の指揮下にあり、資金弾を投下されたが大した損傷ではなかった。海戦はアメリカ側の大勝利に終わった。 7月8日から8月9日にかけては、ミネアポリスは、グアムの戦いに参加し、昼夜は勝たぬ、艦砲射撃により、第3回兵士団長から、うまく行われた任務と称賛された。9月6日から10月14日に、パラオへの攻撃に参加した後、行き着く暇なく、レーテ島に向かい、10月17日、スリガオ海峡の夜戦。 編集日本艦隊は三方向から艦隊を進撃させて、レーテ湾を目指した。レーテ沖海戦である。ミネアポリスは第77部隊の一艦として南方からの敵の侵入を防ぐため、すり顔海峡に展開した。やがて、西村昌司中将の艦隊が接近。10月25日未明、魚雷艇隊は西村艦隊と接触。ついで艦軍が突撃して、 戦艦不走と駆逐艦浅雲、三雲、満潮を撃沈した。残るは戦艦山城、重巡洋艦最上、駆逐艦しぐれだけになっていた。この時点でオルデンドルフ少将は第77部隊の弾薬事情が多少心細いことを知り、効果的に弾薬を使うため戦艦、巡洋艦部隊を三分した。ミネアポリスは オルデンドルフ少将の機関ルイビルらと共に2段目に配備された。背後の3段目には真珠湾から蘇った戦艦軍がおり、オルデンドルフ少将は定時戦法を採用して一気の砲撃で決着をつけようとした。ルイビルのレーダー探知をもとに一斉砲撃が始まった。西村艦隊の残存艦は袋叩きにされ、山城は西村中将と共に海に消え、 最上は脱出に成功したが、最終的には撃沈された。しぐれのみ生還して、西村艦隊は全滅。戦艦同士の最後の砲戦は、オルデンドルフ少将の干渉に終わった。スリガオの野戦の後のミネアポリスは、フィリピン水域で第38任務部隊の護衛と艦砲射撃を交互に行った。1945。 編集ミネアポリスは1945年1月4日から18日にかけて行われたルソン島、リンガエンワンへの上陸支援、2月13日から18日にかけて行われたバターン、コレヒドール島上陸への支援を行い、3月は沖縄戦の準備を行う。沖縄諸島海域には25日に到着し、艦砲射撃を開始した。ケラマへの砲撃でミネアポリスは、 地上部隊に支援を行い、4月1日に始まった進行では沖縄本島の那覇市の飛行場を砲撃した。地上部隊は無線で目標位置を正確に報告し、ミネアポリスはその情報をもとに精密射撃を行った。数ヶ月間に及ぶ支援任務の後、ミネアポリスの方針は摩耗が進み交換が必要となった。4月12日に 航海の準備を行ったが、出発は沖縄戦における最大の航空攻撃、菊水2号作戦により遅れた。戦闘でミネアポリスは4機の特攻機を撃墜し、3機が海に墜落するのを目撃した。夕方にミネアポリスは出港、ワシントン州ブレマートンに向かう。ブレマートンでは修理と方針交換を行い、作業完了後戦場に復帰した。 終戦時ミネアポリスはフィリピンのスービック湾にあった。ミネアポリスには第七艦隊司令長官トーマス C キンケイド・中将が座上し、朝鮮半島で9月9日に日本軍の降伏を受諾した。その後航海の偵察巡航を行い、海兵隊が中国の大古放台及び新港島へ上陸するのを支援した。西海岸へ機関兵を運んだ後、 ミネアポリスは1946年1月14日にパナマ運河及びフィラデルフィアへ向けて出港した。フィラデルフィアで5月21日に予備役となり、1947年2月10日に退役する。ミネアポリスは1959年8月14日にユニオンメタルズアロイズ社にスクラップとして売却された。ミネアポリスは 第二次世界大戦の選考で16個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。